いろんな格好のやつがいるな。ああ、カラーギャングにチーマー、不良も派閥争いしてて、服装もそれぞれで違うんだ。短乱派と長乱派みたいなもんか。全然ちげえや。つうか、例えが古いぞ。伊達さんはどっち派だったんだ。バカ、お前そりゃ俺はブレザーだ。神明はいるか。ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは。私、神明って言います。指名してくれてありがとう。ええ、お飲み物は何になさいます？神明。はい。桃源郷の会員証。あなた、なんでそれを？ちょっと。そうですか。なんだ。私、本当は私だけ中国に。弟？はい。そうなのか。キリュウさん。人弁。この町にいる偽造屋です。そこら辺にいる子。はい、その人が。大したもんだな。私、ここから外に出ると警察に見。キリュウさん、お願い、私の代わりに人弁師にお願い。いいだろう。で、七福通りのジュエルってお店へ行ってください。わかった。キリュウさん。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？どういうこと？おお。勘弁してください。彩香はいるか？いらっしゃいませ。彩香さん。こんばんは、彩香です。いや、今日は人弁師って。
ってやった。え？社員でキャバやってる。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人。ごめん。あ、わかった。新もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら。邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。彩香が何か失礼でも？いや。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。すまんな。またいらしてくださいね。ここか。ああ、あのオカマ野郎。ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁師って野郎はどこにいる。第三公園がいつもの取引場所だ。おそらくそこに逃げ込んだ。あいつらキリ。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔すると、お前も細切れにするよ。ちょっと待って。こいつ、どこかで見たと思った。
キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ！お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ！助かったわ、あなた。ああ、本当は騙す。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。わかったわ。ママ、お願いしていいよね。て、ま、その通りよ。はい、これがお望みの品よ。キリュウさん、あなたの。何？そのことと関係あるかは分かりませんが。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ。
れは。こりゃ、おがムカつくんだよ。ほらよ。ありがとう。じゃあ、どうした？ごめんなさい。何？騙すつもりはな。誰だ？水野さんって人です。いつも優しくして。でも彼は、これはお詫び。この街の夜なら。お前、水野ん？使命？ちょっとわけが。使命に。そうですか。会員証は、あれは昔。あ、どうしても必要なの？さすがにただとはいかん。桃源郷の会員証は裏の50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。わかりました。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。ああ、今度また。気にしないでください。では。